皆さんおはようございます。ありがさま TV の清水でございます。いつもうちのチャンネル見ていただきましてありがとうございます。私は今ですね、東京駅に来ています。なんかうるさいな。この3月の、ね、ダイヤ改正で配信になるあのスーパービュー踊り子、これに乗るために来ております。もう間もなく、ね、電車来ると思うんでね、待ちたいと思います。これ私 のグリーン券なんですけども、1号車の、席ですね。ちなみにですね、このグリーン券を予約した段階で、この列車スーパービュー踊り子5号の、グリーン券は、完売いたしました。私が乗るのは、この1号車でございます。俺2階建て、なんか1階がなんかねフリースペースになってるみたい。グリーン車のね、乗客限定 のフリースペースになってるみたいですよね。こんな感じで、豪華でございますね。これ乗れるのかな乗れないのかなっていう、まだドア開いてません。早く乗りたいです。ご乗車ありがとうございます。11時ちょうど発特急スーパービュー踊り子5号伊豆急下田行きです。まもなく特急スーパービュー踊り子5号伊豆急下田行きをご利用。
割れながら。お待たせいたしました。特急スーパービュー踊り子5号伊豆急下田行きです。この後ポイント通過のため列車が音がなんか追っかけてきて、停車駅をご案内いたします。お客様にはお急ぎのところ列車遅れまして、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。本日は特急スーパービューオトニコ5号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく伊豆高原に到着いたします。伊豆高原を発車いたしますと次の停車駅は伊豆熱川です。次の停車駅は終点伊豆急下田でリール黒船の来航以来下田条約を結んで開国いたしました歴史の町でございます。毎年5月には黒船祭が開催され、国際色豊かな町として全国に知られています。長らくのご乗車大変お疲れ様でした。終点伊豆急下田に到着いたします。どなた様もお忘れ物のございませんよう、お手回り品を今一度お確かめください。お出口は進行方向右側です。右側のすべてのドアが開きます。お近くのお出口をご利用ください。本日 JR 仙台遅れの影響により11分ほど遅れての到着でございます。お客様にはお急ぎのところ列車遅れまして大変ご迷惑をおかけしましたことを。
はい、どうもお疲れ様でございました。伊豆急下田駅に、到着をいたしました。まあスーパービューアトリコの旅、まあ結構ね、やっぱバブル全盛期に作られた電車なんで、まあかなりちょっと古さの、感じる電車だったんですが、やっぱグリーン車に至ってはですね、やっぱりゆっゆったり感がもうものすごいあって、今でもね、こんなゆったりした列車って新幹線の列車でも多分ないと思うし、多分ね、JAL アナのね、スーパークラスとか分かんないですけど、まあ、そんなの多分ね、クラス J よりは、JAL のクラス J よりは、間違いなくゆったりしてたんで、こういう列車がね、やっぱ乗れるってすごくいいことかなとは思いまして、はい、でもまあ、あと1ヶ月で、まあ、引退してしまうという。ことなんで、その前に、乗れてよかったのかと、と思っています。回送列車に、なっておりますけどね。はい、以上です。でこの後ろには、国鉄型の、185系の踊り子、この後ね3時間後に折り返して東京に戻る列車、これに乗りますけどね。これは多分別動画になると思いますけど、またよろしくお願いします。以上。こちらの伊豆急下田駅になりますが、まあ、流線に止まってるね、251系っていうのがね、